俺の名前は後藤健、小岩高校に通う17歳の高校生だ。見ろよお金。スクコのゴリランタってやつとまた喧嘩したらしいぞ。目つきが悪いせいで昔からよく不良に絡まれていた俺、売られた喧嘩を買ってただけなのに今じゃすっかり腫れ物扱いだ。誰ともつるんでないからか小岩校のロンリーウルフなんて呼ばれている。どいつもこいつもコソコソしやがってイライラするぜ。30分後自宅近くの公園を通りがかると、ようやく見つけたぞ。今日こそ年貢の納め時やで。が、この声は懲りねえな、また来たのか。こいつは佐々木玲奈、小岩連合とかいうレディースチームの総長だ。そして関西弁のやつが天心蘭、ピンクのピョコ毛がデモンリリ、二人とも小岩連合の幹部なんだとか。こいつらは日夜激しい抗争を繰り広げており、先日も敵対チームの一つを壊滅させたらしい。その一方、近頃は俺にしつこく勝負を挑んでくる。きっと喧嘩に負けなしっていうこっちの噂を聞きつけたからだろう。まったく厄介な連中に目をつけられたもんだぜ。行くで、天心流奥義天波流星拳。闇に潜みし力を今解放してる。じゃあ王国流派。何度も言ってるだろ、女と喧嘩はしねえ。ただ少し力みすぎてもうたわ。ひきょうものめ、ちゃんと勝負しろ。ふっ、やなこった。二人を倒すとはなかなかやる。やはりここは私が戦うしかない。人の話聞いてるか、女とは戦わねえっていつも言ってるだろ。そうはいかない、今日こそは本気で戦ってもらう。そして私が最強だってことを証明する。マジでしつこいやつ、怪我しても知らねえからな。心配いらない、私は強いから。なあ、そうかよ、俺が勝ったらもう勝負挑んでくるのはなしだからな。このままずっとつきまとわれるなんてごめんだ。仕方ねえ、ちょっとだけ脅かしてやるか。数分後、勝負の結果はというと、これで終わりだな。何か言い残すことはないか。ずっと好きでした。はい、マジで意味がわからん、一体どういうことだ。相変わらず総長は口下手やね。じゃない、うちが一肌脱いどる。は？総長はな、お兄さんのことが前から好きやったんよ。で、勝って認めてもらおうってずっと勝負を挑んどったわけ。なに、我は聞いてないぞ。甘ったるい空気を見せるでない。おいおい、冗談だろ、俺のことが好き。私本気だから、お願い付き合って。っ、こいつこんな顔もできるのかよ。ふざけるな、誰かとつるむつもりなんじゃねえよ。私諦めないから。はあ、俺が勝ったら勝負はなしって約束だろ。わかってる、もう勝負は挑まない。勝負はね。よくわからんが、なんだろう、すごく嫌な予感がする。そんなことがあった次の日。おい、誰だよあの子、すげえ可愛くね。何騒いでやがるんだ。え、なんで。よかった、もう帰ったのかと思った。お前、うちの高校に何の用だよ。あ、一緒に帰ろうかなって。は？昨日勝負は挑まないって言った、だからこうして別の方法でアプローチしてる。はあ、なんだそりゃ。さ、早く帰ろう。じゃ、近く。これも作戦、剣のこといっぱいドキドキさせる。意味わからん、俺に勝つのが目的だったんじゃないのかよ。それは認めてもらうには喧嘩に勝つしかないって思ってたから。それに勝負はダメって言ったのは剣の方だから、これは仕方ないこと。じゃあ最初から素直に告ればいいだろ。そんなのダメ、恥ずかしいから。よく言うぜ、惚れた男に勝負挑んでくるヤバい女のくせに。
それにはのっぴきならない事情があった。なんだよ事情って。内緒。乙女には秘密がつきもの。乙女って玉かよ。それからというもの、毎日のようにつきまとわれる羽目に。ねえ付き合って。嫌だって言ってるだろ。じゃあデートする。じゃあの使い方がおかしい。え、まさかキスしたいとか言ってねえよ。こいつどんだけ天然なんだよ。すっかり最初のイメージ崩れちまった。1週間後の放課後。ついてねえ、通り雨か。お気がさしててよかったぜ。けどま、この土砂降りならレイナのやつも今日はいねえだろ。ところが、マジかよ、まさかずっと待ってたのか。だか、ずぶ濡れじゃねえか。あ、どっかで雨宿りするくらいしろよな。それだと、ケンに会えないかもって思ったから。恥ずかしいこと言ってんじゃねえよ。早い傘だね、ちょっと嬉しいかも。ぐっつきすぎだ、歩きづらいだろ。けどこうしないと乗れるから。大丈夫か。うん、ちょっと冷えちゃっただけ。このままだと風邪ひいちまうかもな。だく仕方ね。幸いうちは割と近所、タオルだけでも貸してやることにした。ケンって優しいね。もしかしてその気になった。はあ、ズレむのはごめんだって言ってるだろ。こいつ無防備すぎだろ。美人だって自覚ないのか。あのさ、ちょっと聞いてもいい？なんだよ。前も言ってたけど、どうしてそんな一人がいいの？それはロンリーウルフなんて呼ばれているのにはもちろん事情がある。誰ともつるまなくなったのは1年前の出来事がきっかけだ。今日こそ決着をつけてやる。ゴリランタ、またお前か。ほんとしつこいやつ。うるせえ、てめえに勝って俺こそが最強だってことを証明してやる。最強の称号なんざ欲しけりゃくれてやる。勝手に名乗ってろ。その生意気な鼻っ面、今日こそ叩き折ってやるぜ。問答無用かよ。な、こんなところに一般人。邪魔だ。こうなりゃ女もろとも。間に合え。おい、あんた大丈夫？痛い。俺のせいだ。俺のせいでこの子は怪我を。それまでも俺のせいで迷惑するやつは多かったんだ。俺と関わったらみんな不幸になる。だったら一人でいた方がずっといいって思ってさ。そんなのおかしい。きっとその子だってケンには感謝してるはず。そんなわけないだろ。俺が怪我させたんだぞ。私にはわかる。ケンは悪くない。だからそんな風に責任を感じないで。レイナの顔がこんなすぐ近くに。おい、スマホを鳴ってるぞ。うん、分かってる。なあ総長、次の集会いつにする？今いいとこだったのに。あれ、もしかしてうちなんかやってもうた？堪忍な。危なかった。もしあのままだったらどうなってたんだ。さらに1週間後、近頃はなんだかんだでレイナと一緒にいることにも慣れてきた。ケンのために頑張って作った、食べて。おう、せっかくだし食おうかな。それじゃあ、うん。自分で食えるし。それじゃダメ。ほら早く口開けて。あ、どう、おいしい？心臓うるさくて味なんてわかんねえよ。うん、まあまあだな。そっか、じゃあ次はもっとおいしいの作る。別に無理はしなくていいから。我の前で甘ったるい空気を流すな。これ以上は我慢ならん。あんま、いつの間にやら随分仲ようなったな。はあ、勘違いするな。どうせ断っても無駄だろうから仕方なく付き合ってやってるだけだ。まあまあそう言わんと。せっかくやし試しに1回くらいデートしてみたらどうよ。
とデート、それすごくいいと思う。なんでそんな話に。確かリリー遊園地のチケット持っとったやんな。こないだ福引きで当たったって言うとったやん。デーモンランドのやつだな。封印されし左手を解放し一発で。あいこれ総長のこと任せたで。何をする。まあまあ、代わりに我が家に伝わる秘術書をプレゼントするさかい、許したってや。秘術書、かっこいい。これには闇の魔術も書かれてるのだな。これで我はさらなる魔界の覇者へ近づくぞ。書いてあるのはたこ焼きの秘伝レシピとかやけど、まあええか。デートか、どうせこの流れだと断れないんだろうな。仕方ない、一度だけ付き合ってやるか。そして約束の日。デートが済んだらきちんと振ろう。ずっとチューブラリンなのはレーナにも失礼だしな。ごめん待たせちゃった。いや俺もさっき着いたところって。ぐっ、そのおかしくない、ナンが選んでくれたんだけど。いやすごくよく似合ってる。驚いた。そっか、嬉しいけどそんなにじっと見られたら恥ずかしいかも。悪い、何意識してんだ、これじゃあまるで。その後は遊園地デートを満喫。次はあれ、あれに乗る。じゃあんま引っ張るなって。せっかくのデート、時間を有効活用しないと。たく、大げさなやつだな。こいつこんな風にしてると総長になんて見えねえよな。なんつうか普通に可愛い。ねえ見てよあれ、釣り合ってなくない。今時不良とかねえわ、女の子がかわいそうだよ。それから気づいたら夕方、もうすぐデートもおしまいだ。やっぱり私と一緒じゃ楽しくない。は？さっきからずっと難しい顔してる。いやこれは、私ケンのことが本気で好き、付き合ってほしい。ダメ？悪いがお断りだ。言ったよな、俺といても不幸になるだけだって。そんなことない、ケンは誰かを不幸にしたりしない。俺みたいな不良にもう関わるな。それに大体お前総長なんざ向いてねえよ。レディースなんてもうやめちまえ。帰り道は気まずいったらなかった。あれって佐々木玲奈じゃん。へえ、男にうつつ抜かしてるって噂マジだったんだ。あの日から玲奈につきまとわれることもなくなり、気づけば1週間が過ぎた。よかったんだよなこれで。けど何なんだこの胸のモヤモヤは。ようやく見つけたぞ。なんやこれ、久しぶりよね。この声って。私と勝負して、今度こそ力ずくで剣を屈服させてみせる。はあ、もう勝負はしないって約束だったろ。それについては謝るけど、こうしないと私の気持ちやっぱり伝わりそうにないから。本気か。言っとくが勝負ってなりゃ今度こそ手加減はしねえぞ。望むところ、私だって手加減しない。へえ、面白そうなことやってるじゃん、私らも混ぜてよ。どうしてここに。そんなのお礼参りに決まってるっしょ。こないだの借りきっちり返させてもらうから。この女、レーナたちが敵対してるっていうチームの総長が。そうそう、今日は用心棒として私のダーリン呼んでるから。なんてこいつらやっちゃって。ようごと、奇遇じゃねえか。お前とは次こそケリをつけてえと思ってたんだ。ゴリランタ、またお前か。これは多勢に無勢やね。こんな卑怯者ども我の手にかかればメタメタだぞ。まずは邪魔な後藤からだ。やれお前ら。よし乗れ。ランタさんこそが最強だ。覚悟しろロンリーウルフ。危ない。邪魔すんな、女は引っ込んでる。
やめろ、レーナに手を出すな。俺のせいだ、やっぱり俺なんかに関わったから。え、こいつ本当に女か。めちゃくちゃ強いぞ。怖がらなくて大丈夫。今の私は弱かったあの頃とは違うから、一緒にいても不幸になったりしないよ。どういうことだ。まだわからない。1年前のあの日、ケンに助けてもらったのは私な、けど見た目とかは全然。ケンには本当に感謝してる。私、かっこいいケンに一目惚れした。だからちょっとでもふさわしくなろうって、強くなるために小岩連合に入ったの。1年で総長を任されるくらい頑張ったんだよ。あ、普通そこまでするかよ。なんつうか、やっぱ天然だな。それって褒めてくれてる？なわけあるか。それならそうと最初に言えてんだ。人に努力したの話すとか恥ずかしいし、乙女の秘密。またそれかよ。何やってんの？相手はたったの4人なのよ。ひるんでんじゃねえ、大勢で囲め。背中は任せてもいいんだよな。もちろん、そのために強くなった。うちらのことも忘れんといてや。我と踊りたいなら相手を捨てやってもいいぞ。10分後、あとはゴリと総長の女だけか。こうなれやけだ。後藤、てめえだけはこの俺様が倒してやる。男相手なら手加減は不要だよな。そら。やっぱり強い、かっこいい。まさかランタが負けるなんて。せっかくだけど今日はここまでにしてやるわよ。本気の仕返しはまた今度に。あれ、どこ行くつもり？逃がさへんよ。くっくっくっ、今こそ我が封印されし左手を解放すべき時。お助け。とりあえずこれで一件落着。いや、きちんとけじめはつけなきゃな。レーナ、ちょっといいか？ん？今更だけど、俺なんかでよかったら付き合ってほしい。いいの？正直最初は迷惑に感じてたんだが、一緒にいるうちに気づいたらレーナに惹かれてた。俺もお前が、レーナが好きだ。嬉しい。私もケンのこと大好き。その後、後進にチームを任せ、レーナは総長を引退。話によれば小岩連合はそれほど悪いチームじゃないらしい。自分たちから決して喧嘩は売らず、加入も脱退も自由だとか。待ってたよケン、一緒に帰ろう。まあいつも悪いな。たまにはこっちが迎えに行こうか。いいの、私待ってるの好きだから。あと美人な彼女ができたせいか、学校での俺の噂もかなり下火に。今じゃロンリーウルフなんて呼ぶやつは誰もいない。またお菓子作ってきたの、食べてくれる？もちろん、すげえ嬉しい。我の前でイチャコラするな、使い魔の分際で。ほんま、おはるやわ。いっそのこともう結婚したらええんちゃう？それすごくいいかも。え、婚姻届はいつ提出する？私、ケンの赤ちゃんいっぱい欲しい。もしあのままずっと一人きりだったら、きっとこの胸の温かさは知らないままだったろう。決して手放さずに済むように、一生かけて大切に守っていきたい。ミルです。もし時間があれば